あれユニオンっすか？エビス？はい。エビス怪獣なる？怪獣？怪獣何個？今イチゴいるから、でもイチゴがどうなるかわかんないんだよな。あいつ体験だったから。あれじゃ、ルルさんでしょ？うん。落ちたらイチゴなんないの？落ちたらもうイチゴはなしでしょ。なしか。じゃあリョウくん怪獣2号にする？オッケー、いけます。怪獣じゃない？いや、まだわかんない。ちゃんと怪獣になれるかなれないかはこっからやで。あ、つまり怪獣の世代ってこと？怪獣。ちなみにこの怪獣のプランは所長に許可もらった。好きにしてって。誰が怪獣8号になるんだ？怪獣っていうのがあるんですか？うん、もう怪獣なる条件は、もう特殊の中の特殊よ。特殊の中の特殊。怪獣ってどういう能力あんの？え、どういう能力あんの怪獣って？もう一人で5人ぐらい倒せる。あ怪獣だね。これは怪獣だね。怪獣ですね、それは。ルルいけるか？あいつはまだちょっと足りないけど、まあ頑張ればワンチャンある。素質あり。物理的に今怪獣候補は誰なの？いない。いないね。でもエビスと、ボブ。ボブ。レメは？ダメ。あいつある意味怪獣だけどね。あいつは怪獣だな。え、なんか最近レイメーって言ってもまだ足りない。アナヤしか言わないんだよ。アナヤハマってるじゃん。アナヤ泣き声じゃん。怖い怖い怖い。え、皇帝は怪獣なれない？皇帝は怪獣、皇帝怪獣じゃない。いや、皇帝はダメ。ダメなんだ。ダメなんだよ。皇帝は怪獣だよ。顔がね。まだ悪口。悪口ですね、カモ怪獣は。妖怪じゃないんじゃん。じゃあ、リオ君はドックスだな。ドックス。うわ。ドックス。ドックスだ。せや。トップのあれだね、ゴトーレムが起きてこないと。ゴトーレムが起きてきたとき。ゴルカ一新車レースで退勤する。なんか行きたくない、いろいろね、たくさんいるね。なんか舞台作ってるんだよ。適当に？よくわかんない、舞台作ってんだよ、適当に。適当ちゃうぞ。あんと意思を持って作ってる。空挺舞台だから。何舞台？分かんねえ。エビス。空挺舞台で。空挺舞台？エビスのもうなろ？怪獣？怪獣になろ？見ました？怪獣なるか。空挺舞台です。空挺舞台？怪獣15まで増やして、その怪獣1から10までで、もうすべての大型ボコボコできるぐらいの。ルンルンドラこっちですよ。はい、よしよし、こっちでね、チョコ食べましょうね、ルンルンドラは。はい、食べましょうね。何？みんなでチョコ食って死ぬ？違う、8号。ルンルン、怪獣8号になりたいの？ダメよ。なんで8号いいんけど。ルンルンドラ、こっちでチョコ食べましょうね。チロルチョコもありますよ、こっちには。お菓子チョコはいらないよ、別に。そうだね、じゃあせんべいにします。いや、まあ、ルンルンにチョコを開けたら犬ルリの命が危ない。あ、開けちゃうから勝手に。暗殺をしようとしてますか。ご飯に入ってるからチョコ。あ、それ行かなきゃ。空挺舞台はさ、空から降ってくる舞台ってこと？そうだよ。かっこいいっすね。降ってくるだけじゃないからね。降って倒すからちゃんと。なるほどね。うん、空から降って倒す。まあルンルンも怪獣だっていいよ。でも下っ端。下っ端。あのいつも普通にやられてるなんかちっちゃいやつら。なんでやられた後出てくるやつって。モブ怪獣ね、モブ。マーベルの中に出てくるモブやんけそれ。でモブが死んだら怪獣が出るのよ。怪獣1号2号が出て、からよ。ってことはルンルンがやられたら怪獣が出てくるってことね。そうだね。ルリさん、そんな
でもな、じゃあみんな怪獣何号なの？先輩は何号？何号？え、みんなまだ怪獣じゃないよ。俺がまだ、俺が今一人一人誘ってる。あ、そうなんだ。うん。なるほどね。エビスくん、何なの？まだ。空挺だけってこと？これから怪獣。エビスは候補になるため頑張るってこと？そうそうそう。いや、エビスはいけるよ。でも怪獣組はあれよ、最前線。最前線、ね、何があっても最前線。勝負した方がいいよ。なるほどね。え、怪獣がチキったらどうする？殺されるから。怪獣がやられたら、いや、怪獣が最前線行ってチキって逃げたら、ビビったら、ビビったら、ビビったら、あ、じゃあもう首を。結構厳しいんだね。首、ビビったら首、厳しいね、怪獣は、うん、やっぱり。怪獣がビビるってある？ないね、ないね。厳しいな。いいね、でもおもろいからいいんじゃない、怪獣で。おもろい？おもろいからやってるんじゃないよ。この街を守るためよ。なるほどね。街を守る怪獣ってことね。そうよ。正義の怪獣だから。なんかダークヒーローな感じだね。ヒーローだね。結構先輩、センタル先輩はさ、名前出てなかったな。忘れたな。マヌタロどこの舞台にも入ってないよ。特殊は？特殊はだってカじゃないあそこ。ヒノラン先輩は何舞台？え、いいよ。ないの？おみつ？うん、そういうのない。おみつ舞台？おみつ舞台？うん、特にない。何も属さない感じ？なんか、そういうの、え、二人急に湧いたんだけど、何？え、何？あ、すみません。前と後ろに湧いたんだけど、何？おー、匂わせ？匂わせか？今めっちゃすごいタイミング。同時に2人来たんだけど。おはようございます。匂わせ、そんなの言ってました。すいません、すいません。ほうほうほう、アデシコちゃんと。じゃあエビスは怪獣2号。え、2号。うん、オッケー。リブ君も結構ね、怪獣の素質ある。うん、おいおい、あれ、おいリブ君。はい。君は大型です。何をやってるんだ？自分大型でずっと、あれっすね。なんていうんですか、リークっすね。結構前線にいる、ジニブ君。そうっすね、ずっと前線っすね、自分。打ち合いに自信なんの？もう最近出てきたっすよ、打ち合いに。結構強い、ジニブ君は。ほう、うん。ワンチャンある。ワンチャンある？怪獣の素質あるっすか、自分。あるね。ほう、じゃあ怪獣になる？そういう感じだ。怪獣って。じゃあ怪獣になりたいです。なりたい。はい、じゃあ怪獣3号だ。よし、3号なんだ、やったー。じゃあ1、2、3。ちなみに、1と2って誰がいるんですか？1は、あの、伝説の体験、ルル。ああ、言われてた、そういえば。はい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 。で、2号はエビス。2号になったんですか？うん、なった。ここで3号なんですね、自分が。3号2部。お願いする。え、怪獣のリーダー、犬先輩ですか？俺はもう、シリタス。きたー。怪獣部隊っすね。うん。もう、怪獣は、最前線で、犯罪者をボコボコする。なるほど、なるほど。もう、殲滅っすね。うん、30人、倒す。そう。言って犯罪者。ここと今。なるほど。でも怪獣3号って言われたら俺っすね。そうだね。オッケー、オッケー。じゃあ期待しといてください。よし、頑張ろう。オッケー。